アックマンズが工作へようこそということで、今回やっていこうかななんて思ってるんですけど、今回は何をしようかななんていうとこなんですけど、僕は基本弾き語りとかの、音楽系の動画を作ってるんですけど、まあやっていくとどうも歌がどんどん声が大きくなっていくっていうんですかね、なんかそんな感じで、ちょっと近隣住民の人から、どうもクレームがあるみたいということなので、それでまあかといってそうなってくると、どんな動画上げたらいいかななんてなってきたんで、どうしようかななんて思ったので、ちょっと部屋の中にもう一つ部屋を、家っていうんですかね、段ボールハウスを、建てて、ちょっと防音効果を高めようかななんていう試みで、作ることをちょっと考えてみました。ということで、今回は段ボールハウスを作ろうと思います。マインクラフトのクラフトみたいですよねということで、よろしくお願いします。まずは、材料なんですけど、段ボールと、ハサミ、そしてガムテープ、以上です。さあ作っていきましょうかね。まずは、段ボールを2つつないで壁を作っていこうかななんていう形ですね。サイコロハウスっていうんですかね、真四角の家にしようかななんてこの時は思ってたんですけど、途中から変わってきますね。結構枚数が多いんで、まあガムテープ貼るだけなんですけど、ちょっと大変ですね。さあ最後の1枚ですね、6組作りましたかね。側面2枚ずつ、背面2枚ずつっていう形ですかね。それを組み合わせて立てていこうかなっていう形ですかね。まず1段階終わりましたね。とりあえず、壁を作りました。最初はこのような形で、横2枚縦2枚っていうような形のサイズで作ろうかなって思ったんですけど、ちょっと大きすぎますね。さすがにこれだとちょっと強度が弱いかななんて思って、ちょっと違う形にしようかななんて、まあなかなか無計画でやってるといろいろ変わってきますよね。まあ意外と買いに行った時には結構これでもちっちゃいかななんて思ってたんですけど、家の中入れてしまうとやっぱり結構大きいですよね。ただこの状態だとちょっと高さが厳しいかななんていう形で、かといってこの上にもう一段貼り付けるのもちょっと大変かなみたいな、強度がやっぱ足りなさそうなんですよね。これやと最初はこういう形で縦にでブロック状の家にしようと思ってたんですけどね、ちょっと厳しそうかなって感じで、もうここでちょっと改良してこの2枚を
三角形の屋根にしたろうかななんていう形でちょっと変える形にしました。ただこううまいこと三角形にできるのか、この時はまだちょっと不安でしたね。強度がちゃんといけるんかななんて。さあいよいよ屋根をつけていこうかなって感じなんですけど、まあ一人でやってると組み立てすんのもちょっとずつ固定しながら作っていかんとあかんから結構大変でしたね。さああとは三角形の部分を作って終わりですね。ちょっと飛ばしましたけど完成しました。いやーやっぱ屋根が三角形やとちょっと家っぽくていいですね。あとは床を敷いてちょっと居心地よくしようかなみたいな感じですね。結構広々してていい感じです。ちょっと段ボール紙が余ったんで入り口のところを少し壁を作ってより家っぽくしようかななんて思ってちょっと思いつきでやってるんですけど、まあ段ボール紙は柔らかいから加工がしやすくていいですよね。入り口にちょっとした壁作ると余計に家っぽくていい感じがしました。ということで完成しましたダンボールハウスです。ちょっと暑いですね。いやーダンボールとガムテープだけで作った家なんですけどなかなか手間かかりましたね。いやー結構大変でした。これで防音がちょっといい感じになればいいんですけどね。これからここでちょっとひたりしようかななんて思います。あとまあガムテープとかがちょっと少なくなっちゃったんでまだちょっとこの作りたてかなり強度が弱そうな感じがしますんでこれからちょっとずつ、改良しながら、ダンボールハウス生活っていうんですかねやっていこうかななんて思います。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。